どうしたもんか。普通にミスった、ミスったよ。ミスったっていうかさ、髪がね痛みすぎてしょうがないんだけど、なんか巻いたりすんのに適したあれじゃないよね。ミスったけど、まあ、しゃあない、まあ、しゃあないわ、しゃあないわ。普通に気が向いたらまた染めに行こうと思います。茶色くなっちゃった。茶色くなっちゃった。そんな感じ、そんな感じ。みぶどうさん、ありがとうございます。アイコンがなんかになってる。こんにちは。近くで見たらさ、なんかさ乾かしてたら茶色くて、あの定期的にですね行かないといけない美容室って思った。何ヶ月に1回行けばいいんだろう。1ヶ月に1回、3ヶ月に1回かな。わあ、やっぱり行かないといけないなって思った。放置してたの2月から。そりゃ痛むよなみたいな、そりゃ痛むよねそりゃ痛むよね。でもなんか1週間から10日ぐらい髪結ぶなって言われた。結ぶなってやるんだけど、ライブあるからもうしょうがないよね。普通にしょうがないけど、しょうがないけど、下ろせる日は下ろしておくっていう。雨で最悪だったけどね、今日本当にちょっと軽くなった感じ。すいたかもしんねすいたかもしんね、多分。ティークさん、さださん、ありがとうございます。まーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。風呂上がりみたい、やばい。なんかさ髪がさあれかも、あれかも。てんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いきなさん、ありがとうございます。ユニバーサリさん、ありがとうございます。たく、ありがとう、ありがとう。花菜がびしょねって言って、花と駅まで一緒で、今日ね帰りね、あのレッスンの帰りに、練習帰りに駅まで一緒で、雨がすんごいことになってて、私の傘がめちゃくちゃちっちゃいのね。めっちゃちっちゃい、なんか私の傘が縦長なのかな。めちゃくちゃ、あの日傘持ってたから、今日私の傘が本当にちっちゃくて、花のことを入れようとしたんだけど、二人で入るともうあの半分はやられるみたいな、もう半分はやられちゃうみたいになって、花が「いや大丈夫」って言って、花が「もう花大丈夫」っつって諦めて諦めて普通に歩いてたからびっちゃびちゃだった。私もなんか顔周りは大丈夫だったんだけど、足となんか靴なんか下半身がと、あのカバン持ってた、カバンがもうすごいことになってた。困る、普通に困るよ、困るよ、やめてよ、濡らすなよ、困るよマジで。軽い感じ、え軽いか、確かに確かに確かに。ロバさん、ありがとうございます。ありがとう。スーダンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。チャム、ありがとう。やるのもいいと思う。でもさ、そこまでか、
でもなんか前髪をやってないから、前髪をねもうかけないから、前髪が前髪と差が出てきたら終わりだなって思ってる人生。ほんでさ、そろそろカラオケしようかなって思ったんだけどさ、イヤホンなくなってさ、普通に探しといてほしい、みんな。私のイヤホンマジどっか行った。でも家にはある。でもマジでない、マジでない。さっき花が配信してる間ずっと探してたけどない。困っちゃう、困っちゃう。どこ行ったん、マジで困っちゃう、マジ困っちゃうマジ困っちゃう。ちゃんありがとう、いっぱいありがとう、ライブ中ってきつい。そう、もうね、娘しかないんだよね。でも私の髪を持ち上げるために、持ち上げるためにものすごい力が必要なの。だからもうなんか癖つくかもしんないって言われたけど、こう結んだ後とこう一生残り続けるかもしんない。悲しい。 TikTokTikTokTikTok あります、今週 TikTok があります、 TikTok があります、 TikTok あります、あります。何あります。やったことないからさ、わかんないけど、座りなのかな、立ちなのかな、立ちなのかな、座りか、どうなんだろう。でもさ、4箇所でやるってことでね、4箇所で TikTok 撮るってことでね、ちょっと私 TikTok がさどんな感じなんだろうって思うんだけど、どんな感じなんだろうと思うんだけど、楽しみっちゃ楽しみ、楽しみっちゃ楽しみ。トーマのじいちゃんありがとうね、サザラさんありがとうございます、ありがとう、ゲゴロさんありがとうございます、ありがとう、ありがとう。アップルのだけじゃん、それな、それな、マジで あるから。でも絶対絶対あるから、絶対あるから。なんかなくすことないじゃん、イヤホンって。イヤホンってなくさないじゃん、なくさないはずなんだよね普通に。どこ行った、どこに行ったんだろう。あると思うの。でも外に置くことだけはないから絶対に。でもポケットには入ってなかった、なんでやろう。あらわさん、あれマーさん、ありがとうございます。座るパターンと立って、あーでも字仕切りとかさ、なんね、ツーショット撮るときとか、どういう感じやろう。横並びで撮るんかな、普通に。で、君僕だし楽しみだね。普通に立ってみたいな感じかな。立ちでしょ。ああ、どうなんだろう。でもまあ今回限り、今回限りっぽいのでわかんないけど、わかんないけど。やっぱ評判がじゃない。まあいっぱい人が来てくれたらまた。やるかもしんないけどね、今回最後かもしれないね、最後かもね、最初で最後かもね。普通に踊るのかな、
踊んなくてもいいのかな、踊んなくてもいい踊んなくてもいいのかな、立っとくだけ立っとくだけ。大体ベッドです。ベッドで、うちさベッドじゃないの、ベッドじゃないんだよね。いやあるよね、でもあるよ、大丈夫、みんな心配しないで、あるから多分あるから、そろそろそう、1週間ぐらい前にあの1週間ぐらい前にあの服着替えてる時にやっぱこれやめようって言ってペッてその辺に置いといたズボンの中に入ってた。素晴らしいね、イヤホンありました、イヤホンありました。やばい、普通にこれさなくしてたらどうしようって思って、やばい、ありがたすぎる神様、サンキュー、最高マジで。いやーみんなね、いやーみんなねとかみんな応援ありがとう、たくさんのありがとう、ありました、無事に無事にありましたありましたとね、よかったマジで、どこ行ったのかなって思ってた、よかったよかった、あー危ねー、スカルはマジでねえ今日7月16日やって、明日学校やわ、ちいちゃんはもう夏休みだ、もう夏休みだ、やばい、もうあっという間にさこうやってさ夏休みがさあっという間に過ぎ去っていってさ、こうさ TIFF とかさいろいろやってさうわーってやってさ、夏休みが終わってさテストが終わってさ前期が終わってさ、そしたらもう卒業すしてるかもしんない、気づいたらやばい、もう JK じゃない、やばいね、あっという間なんだよ、こうやってこうやってさイヤホンをさ見つけた喜びもさ忘れてしまうんだよ、いつか、悲しいね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 、 TikTok 上げてバズればまたやるかもね、そうなんかさそう頼みます、頼みますとか頼みます、みんなみんな TikTok 持ってる、 TikTok なんかある、みんなあるか、あーまない人もいるかな、ない人もいるかな、 TikTok ねいっぱい載せてみんな、まだ詳細はね明日だよね多分、詳細は明日なんですけど、載せて載せて、いっぱいいっぱい載せて、ね、猫関さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、おめでとう、ありが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 とう、猫関さんありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、こんにちかちゃん、こんにちは、あきらさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、 JK に来ない、え、だってさ二度と来ないよ、二度と来ない、制服も着れないし、なんか大事じゃない、大人の期間って18歳から死ぬまであるじゃん、5、60年あるじゃん今から、だけど
学生ってもう無理、もう無理、もう無理じゃん。もう無理じゃん。なんかそんな感じがする。そんな感じがする。最後だよ。あんまりあんまり JK してないけどね、私 JK してないんよ、私あんまりしようしようとかしよう。シーカちゃんの時のスピードがすごいのよ、すごいのよ、本当にすごいのよ、すごいのよ。ゼロさんこんにちは、サイケさんこんにちは、こんにちは、ウバさんありがとう、ありがとうございます。明日のステーク、そう明日なんかあの本当に急遽決まって、多分そうそうそう、でもなんかこうちょっと変えたらいいかなっていう風に考えてくださってだったので、そう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 、そんな感じです、そんな感じです。いつきさんこんにちは、こんにちは。制服は衣装で、いや違うの、違うじゃん、違うじゃん、やっぱあの現役が着ると重みが違う。現役が着るとやっぱ重みが違うから、制服の、わかる、わかる、そういうこと、そういうこと、そういうこと。制服衣装ね、え制服衣装を着るのちょっと恥ずかしいみたいになるのかな、卒業したら。やだな、やだな、なんかちょっとちょっと後ろめたさを感じながら制服衣装を着るのかな、来年から。そんなことないか、そんなことないか、ちょっといっぱいいろんないろんな種類着とこう今のうちに。代わりに俺が準備するよ。それはちょっともう一緒やんか、私と。やばいな、やばいな、みんなもそうだよ、みんなも私が卒業したらもう着れないよ制服、着れない。みんなもう私が卒業したら JK じゃないよ、やばい、やばい、嫌すぎる。ちょっと頑張ろう、花と制服でデートしよう、デートしようとか、デートしよう花と。制服ディズニー、制服ディズニーしたことない、行きたい、ディズニー行きたい、ディズニー行きたい、マジでディズニー行きたい。どうしたらいい、このこのディズニーランドへの思いが実ることあるかな、私のディズニーランドへの熱い思いがね、本当に9ヶ月が9ヶ月後、いやでも本当にすぐだからね、みんな分かってる、本当に本当にすぐだから、時間ってこうやって喋ってる時間もあっという間、いつもあやばいもう57分ってなるじゃん、本当にやばい、もっとこうもっとこうね、もっとこう活用していかないといけないと思う。やれることがやっぱりさいっぱいあるじゃん、私がさゲームしてる間にもやっぱりさできることがあるよね。あるよねやっぱりと思って、最近はそう授業受けながらブログの内容を考えています。そう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 、4人でディズニー行ってもいいね、行きたいね、行きたいね、非常に非常に非常に行きたいね、ディズニー行きたい、ディズニー、ディズニーランド、ディズニーランド行きたい。西村さん、西村さんはさ永遠の高校生
あの人はさ、なんかずっと高校生やん、やっぱりルカは、ルカはずっといけそう、マジでずっといけそう。高校卒業しても制服着てお出かけするし、あ、そうなんだ、意外といいんだ、意外といいんだ、いける、いけるかないけるかな、いけるかな、ね、大人になってしまうんだよ、こうやって人が、人がね、ほらもう52分だもん。明日はね、明日ってなんかあったっけ、明日さ、待って、明日さ、明日配信できないかもしんない、夜どうしよう、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 朝かもしんない、朝かもしんない、朝かも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 しんない。令和生まれのアイドル、令和って今何年、5、6年、やばいね、やばいね、お札変わったし、お札変わったし、すごいよ、もう時の流れが早いよ。私言語をさ、言語発表の瞬間ディズニーランドにいたんだけどさそう、言語発表された時さ、ディズニーランドにいたんだけどさ、あれからもう6年ですか、6年かな、すごいね、5年6年、早いね、早いのね。ルッキーさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。朝かな、明日ってさ、雨降るのかな、そして雨かな、やだね、梅雨長くない、梅雨めっちゃ長くない、大丈夫、心配、梅雨が心配梅雨もなんかさ、遅れたからさ、なんか遅れてきたじゃん、今年めっちゃ、だからもうさ、引くに引けないのかなって思って、ちょっと全然大丈夫なのにね、全然どっか行ってもらって大丈夫なのにね、心配、心配。あと4日で150日、あ、すごい、すごい、あと4日か、うん、3日後がね、定期公演ですからね、定期公演はいつぶりだ、7月は2回あったのか、そう、お楽しみにお楽しみに。 TikTok は明日詳細出るんですけど、申し込みが今日までなんで、もし迷ってる人は、もし迷ってる人はぜひぜひって感じ、来てね、来てねって感じ。楽しそうじゃない TikTok は。サインもね、サインの色紙もさ、新しくなったの、みんなあのサインの色紙新しくなったの、可愛いやつだから、今ちょっと美女いいやつだから着といた方がいいよ、急に変わるから、急に変わるから着といた方がいいよ、みんな私のサインもらいに来て、今可愛いから、今漏れてるやつだから着て、今のやつ漏れてるから着て、私服のやつ漏れてるから着て、マジで頼む、今のやつめっちゃ漏れてんだ、めっちゃ漏れてんだ、着てくれ、頼みます。
お願いします。ひけごろさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。明日は、明日の調理、え、それは暑い、普通に、それはやばい。でもね、昨日レッスンの時に先生からあのティフの暑さのやばさを教えてもらって、マジでビビってる、マジでビビってるマジでやばいらしくて、本当にもう、もう本当にやばいらしくて、あの暑すぎてすごいらしくて、本当にね、怖いんですけど、怖いんですけど、ちょっと頑張ろうと思います、頑張ろうと思います頑張ろうと思います。マイファブさん初めてなんで、みんなお楽しみに。ティフもいろいろあるので、ね、本当にちょっと怖いね、みんな気をつけよ、本当に。57分だ。35度から36度かしばらく続くのはちょっとさ、やばくない、さすがに。でも雨よりはいい、雨よりはいい。野外、いやでもきっと楽しいはず、きっと楽しいはずよ、多分楽しみですね。それではまた明日それではまた明日また明日。13位猫好きさん、ありがとう、ありがとう。12位トムのじいちゃんさん、ありがとうございます。11位マーさん、ありがとうございます。10位アロマさん、ありがとうございます。9位ジニックさん、ありがとうございます。1位サラさん、ありがとうございます。7位ひけごろさん、ありがとうございます、ありがとう。6位ロバさん、ありがとうございます、ありがとう。5位テルさん、ありがとうございます、ありがとう。4位タク、ありがとう、ありがとうございます。3位スーダさん、ありがとうございます、ありがとうございます。2位ユニバーサリさん、ありがとうございます、ありがとうございます。1位チャブ、ありがとう、また明日は朝起きたいな、早く、朝早く起きたいな、起きたいなって感じ起きたいなって感じ。またね、今日ゲームした、久々に、やったやった、ありがとうございました。また明日、イヤホン見つかったからそろそろカラオケする。朝だからできないけど、そろそろやるそろそろやります。ありがとう。